はい、続き。とりあえずあそこにいたリカールを倒して、下にあるあいつは一体何を守ってんだろうね。あそこに鍵があるもんだと思ったんだけど、まあ鍵はもう取っちゃったんで、鍵じゃないらしいんで。めっちゃ連射技術上がっとるが。腹立たしいわ。マジでこれダークソウル2味あるよな。この配置はやめていただきたい。性格が悪い。ゲーム、まあこうダークソウルとかでもさ、何かをこう敵を配置するっていうことにはさ、なんかバランスがこうあまりにも悪いと、性格が悪いだけになりますんで、ダークソウル2みたいに。 そういうのはやめていただきたい。もう敵を大量に配置すりゃええやろとか、そういう発想ね。難しいっていうことと嫌がらせ違うから。ふざけんなよ、もう。 あいつどうやって倒そうかな。でもまあ縦振りだよな、どう考えても。それかこっちに釣れないかな。来ないよな、あいつ多分動かねえな、あそこから。なんかあれを思い出すよ。デモンズソウルに、なんかデモンズソウルのさ、最初のステージになんかこんなのあったよ。あれを思い出した。ういー。そしてこいつがいるんだな。まあ、こいつはそんなに強くないけど、そもそも。あ、こいつひるむんだ。いやー強いやー。この武器を使ってる限り我は無敵ぞ。フランベルジェか、さっき拾ったわ。いらねえ、いらねくはねえけど、いらなくはないけど、そんなにだな。さて、ここで一回戻って、台影がいくつかあるんだよな。ちょっと強化しておきたい感あるよな。簡単に戻れるからな、こっからだったら。まあいいや、ちょっと心、まあおそらく、ボス、何がいる？ちょ、ここから見てみようか。アイアンゴーレムだな。いつも通りかな。じゃあ別に大したことねえか。俺の RTA で鍛えた。アイアンゴーレム落とし、でもツバイで落とすの全然うまくいかなかったんだよな、最後まで。結局ツバイで切りつけるとうまいことかかとに当てないと落ちるダメージが蓄積しないんだよな。1000のアイアンゴーレム、おお、くしょ、なんだそれお前。ちょっと 冗談でしょこれ。 こいつ なんか爆発したけど、何今の。なんか爆発したよね、最後。やーべえな、やっぱり今のソウルで武器を鍛えてくるべきだったな、これ。いやー、これは
これなかなかだな。まあいつものアイアンゴーレムのはずねえなーと思ってたけど、ここまでしますか。あれ強敵だな。そしていちいちここにいるこいつが邪魔くさい。動きが速くなってる。うわあ、それこいつの攻撃か。これしないよな、これなんとか落とせないか。おこれはやったぜ。やりますね、俺やるじゃん。はいはい、これ青ざめた直視は埋葬所に潜伏したようだ。は？え？いけないってことこれ。え？埋葬所？どこ埋葬所って。とりあえずちょっとこのソウル大事にしたいよね。このソウルで、台掛けを買ってきたいよな。おっさんから。おっさんから。台掛け買って、で、改造して、であとここの地下を見てないんだよな。まだここの地下をちょっと見ておきたいよな。デーモンがいっぱいいるところ。なんてこった。まあそれはそう簡単にいけないっすよね。どこにいたっけ。あ、あー違う、あれだ、上から落ちないといけねえや。ここだ。あ、あれ、あ、違うか、今の降りないで横に立ってたんだっけ。もう分からんわ。ここもたまに勢い余って落ちるからな、気をつけないと。落ちた。あ、いた。とりあえず9個あれば10まではいけるはずだよな、確か。あとはソウルが足りるかどうかってところだけど。まあこれを買ってしまえばとりあえずどうとでもなる。ただな、ここの下がね、ああそっか、落下制御か。落下制御が使えれば簡単に降りれるぽいけど。ってことはグリックスに一回会ってこないとダメかな、これ。なんかね、体力が多分マックスだったとしても落ちたら死んじゃうんじゃないかな。これ歩いて降りれるルートってないんだっけか。ないよな。ないよな。だってそっからあれだもんな、降りてくんだもんな。あいつに落下攻撃仮に決めたとしても、決めればなんとかなるんだっけ。まあちょっとやってみるか。
とりあえず武器を改造してください。で武器をまず進化させて強化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 、よし素晴らしい。修理箱ってんな、買っとくか。で、あーどうしようかな、一回そこの代わり火に当たるか。配送所どこだろう、あそこかな、なんだっけ、元墓場、あのお墓の名前がさ全然出てこないんだよねなんだっけあのお墓の名前、もう全然出てこないわ。ニトケン取りに行くところのお墓の名前がもう全然出てこない。もう老化老化現象普通に降りればいけるかな。ダメだったら落下制御取ってくるしかないけど、あ、いけた、死んだけどああ、まあ普通に降りれば大丈夫か。普通に降りてすぐエストで回復してで、なんとかしばくっていうといったところでしょうか。から降りるのがダメージ少ねえかな。よし、とりあえずちょっとこの上に行きたい。あの上の巨人を、上の巨人に会っておきたい。なんかあるかもしれない。まあというか、そうか、上に、ここの上に巨人がいて、そいつが古城の、あ、あれ、あ、古城の、は、なんだ、え、なんだ今のびっくりした。なんかそういうギミックなのかと思った。上に巨人がいてさ、こいつが千の古城を開けてくれるんだけど、今回ってその最初から開いてるけど、あ、いるわ。でもいるわ。何してんだか知らないけど、まあ、今回は特に義理も何もないんで普通に倒すだけだ。まあ別に通常時も義理があるわけではないんだけど、まあ一応なんかこの人がドアを開けてくれるっていうといったところがあるから、なんとなく倒しづらいっていう。なんもなしかい。おおおお、鷹の指輪、鷹、あ、なんか落としてる、あと塊か。鷹の指輪、ああまあ普通だな。じゃあちょっと下を探索してみるか。あとローガンも助けないとダメか。あそこ行くのなかなか大変だな。まあ岩が転がってない時に行けば余裕なんだけど、まずこいつだな。じゃあ、あれ、ちょっと待った、ここ動き重いな動きが重いな、ここ。硬いな、しかもこれべらぼうに硬いな。
俺はもう1万ソウルぐらいもらわないと割に合わないでも無限湧きだよなこいつら多分。いってうわっ無理やでこれ、これあかんわちょっとローガン先生助けに行こう。ローガン助けて、いやー、どうしようこれ。あれがいるな、カンナワがいるなこれ。そこを攻略しようと思ったら、それかあーもう無理やり、あーそっかローガン助けてね、ダメだ、無理やりもうご利用して宝だけ取ってくるかだよな。いけるかな、なんか奥に宝があったのは見たんだけど、いやなかなか難しいな、難しいわほんと。いるわ、おるわ、二人おるわ。そこに宝があるんだよね。あ、二人じゃねえか、一人か。ふう。あ。やったぜ。これがあればなんとかなるわ。これがあればどうとでもなる。割とどうとでもなる。よしよし。諦めてよかったね。埋葬地区か、闇村、あーそっか、で闇村を逆走しなきゃいけないんだよな結構なんかやりたくない、やりたくない事柄が多すぎる。なんか猛毒とかめっちゃ強化されてそう。おら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 、素晴らしい。死は？ん？どうなってるこれ？あー、なんかある？宝箱か、あれ。宝箱っぽいな。宝箱だな。まあまあここに配置するのがベストだよね絶対焦って取りに行くから、ね、これがダークソウル2だったら絶対行かないんだけどなだって宝箱が入ってる最中にもしばかれるし都合のいい時に、都合のいい時にこっちがいいあっちがいいって言うじゃねえ。まあちょっと奥のあいつぐらいはちょっと頑張って倒そうか。ほんと HP 少ねえよ。でも今のところ、ああそっか、ひもり目の魂も全部取ったんだよな。使わんきゃ。うわ、これの追尾性能やばいよな。うわ、ちょっといやーこいつ苦手だわ。どうやって逃げればいいんだっけ。なんか追尾性能高くねえすか。
いやなんかここまでやったらもうなんかもう一家で他のとこ行くのもなんかダサいしな。ミミックと同士打ちしてくんねえかな。ミミック起こしたら戦わねえかあいつら。3だったら確か戦うんだよな。戦ってくれるっていうか同士打ちするんだよな。もう早めに早めに懐に潜り込んで。いって。硬いな。硬いな、マジで。切る。あ、もう飛ぶなお前は。落ち着きを持て。取り乱すな。どうしよう。何なの最後の茶番。クソか。聞かれろかな。いやーでも人間性が意外と手に入らないんだよな。ネズミがさ、ネズミが3匹くらい序盤湧いてるとこあったけど、あいつら何回かあそこ回ったけど一個も出なかったからね。ネズミが落とさないんじゃないかっていう予感が今してるんだよな。だとしたらめちゃくちゃめんどくせえな。最悪ネズミで稼ぎ入れてずっと静止状態で戦うっていうのも考えたんだけど、あいつらが落とさないんじゃちょっとどうもならんよな。ここも絶妙な位置だよな。俺がこいつに手を出したら、ああ今回はないか。にじり寄ってきてる。お前ま嘘でしょちょっと。いやもうこいつさ、こいつ何なのマジで。けんなよお前、絶対殺しやがん。そればっかりじゃねえか。硬い。おろし、よし。硬いなあ。何これ、魂込めのくさび石。ソウルしょぼ。特別のソウルから生まれた武器を強化する。ああまあいつものあれか。ロイド持ってたっけ俺。ロイドなんか手に入ってないよな。あ、あった、あるじゃん。素晴らしい。ミミックとか戦いたくないでござる。よし、え何倒さないとダメなのこれ。嘘でしょ。いって、もうただ寝かせるだけじゃん。じゃあやめっち。よし、あ、何これ、韓流の探検。
なんか出てきた、すごい、すごそうなのが出てきた。クチーヌ・コリューが隠し持っていた幼い伴侶の尾から生まれたプリシラ、なんだっけ、探検じゃねえのこれ。生命狩りの力を帯びており舞うような剣技が独特である。尾の傷跡は自傷であるようだ。持ち主は出生を悔やんだのか、あるいはこの発見で生きたがえるわかんないと願っただろうか。なんか戦技が独特って書いてたよね。ちょっと使ってみようか。これか。強いのかな。まあ俺のステータスじゃ今ちょっと持てないから、まあなんかこういう武器が出たら、いやーでも武器のモーションとか増えてたら熱いよな。ていうかどっから買えんのこれ。このさ、いつも俺思うんだけど、この下に俺降りてきた時ってさ、どうやって帰るのこれ。あーそっか、そうだ、向こうから帰るんだ。思い出した。とりあえずこれで用がないわけではないけど、まあ頑張って倒す必要はもうあまりなくなったな。まあ後々このデーモンくさび、魂なんとかのくさび石、これが欲しくなったらまた来ればいいやって感じだな。階段登るの遅っ。じゃあローガン倒してとりあえずここは終わりか。なんか埋葬なんとかに探さなきゃいけない。多分あそこだと思うんだよな。そうだあそこにもアイテムあんだよな。そういえばあれどうやって飛んだよ。あれどっかから落ちんのかな。重要アイテムではないと思うんだけど、なんか気になるよな。また開いてねえし。来ないよな。あーこいつが来ちゃったか。あれをやるしかないか。あやば、あまあいいや。よし、あれをやってこい。それじゃない。それじゃない。それ、ナイス。外仕様は変わってないんだな。あれ。退屈っていう問題じゃないと思うんだけど。サンキュー。まあ俺多分知力が全然足りないから教えてくんないと思うけどね。おお、魔術師装備。さてじゃあちょっと最終の方に帰ってみようか。多分ね、あっちのことだと思うんだよね。ちょっとお墓方面にじゃあ行ってみようか。まあまだなんか積んだってことじゃないっていうか、行けるところが結構あるから。まあ闇村の方も行ってないし、まあ闇村に行けるっていうことは胎児の仏像があるし、もう、うわあもう出会いじゃん。やべえ、出会いすげえな。バイバイ。まあ理にかなってるよね。それはさ、なんかわざわざ1対1で戦う方がさ、頭おかしいんだよ。こんなもん集団で囲んでボコるのが一番楽ですよ。そらそんなものは。ここにいた人間のクズがいない。来ない。
あれどこ行った？あれどこ行った？あ、いた。しっこしてた。え、若い聖職者が3人もやってきたんだ。へえ。どこにいたそんなの。何もしてくんねえのかよこいつ。ああ残念。他のとこにいんのかな。じゃあペトルス、さっき来たって言ってたからな。どっかにいるんだろうな。どこにいんのか知らねえけど。あ、なんかどっかにいたか、ベトルス。なんかこいつどうしよう。イス東京か。は？何それ、意味が分からん。じゃあ死ね。はい、落ちろ。うるせえ。あ、落ちた。おいしい指輪くれるんでしょうか。これこれくれんの。あ、くれた。やったぜ。さて今回の効果はどうなってんの。何これ、無理に外すと壊れてしまう。え、装備者の HP、スタミナ、装備重量全てを増やす効果があるが、フィナは吸収するソウルの一部を徴収する。あー、もらえるソウル量が減少するってことかな、多分。弓矢使えるようにしとくか。体力低すぎなんだよね。マジで。これでロングボウ持てるでしょ。あ、オッケー。ペトルスが来たって言ってるんだけどな。ただのあれかな、ミスかな、ミスっちゅうか、それを言ってしまうのはなんかしょうがないみたいな状態なのかな。いないよね、だってどこにもいないよね。案外ここの上とかだったりしてる。そんなことはねえな。まあでも太陽の光の飛躍、とりあえず向こうに戻る予定はござらんので、なんかある、なんもないな。じゃああのアイテムが欲しいな、普通に。まあってことはなんかセリフのミスか。まあどうしても言っちゃうんだろうな。さあどうしよう、つけようか。つけよう。うわあ、だいぶいい感じだね。やっぱこれはいるわ、必需品だわ、ダークソウルをプレイする上で。
さてじゃあちょっと、わあそこにいた。そこにいんのかよ。そしてそこにめちゃくちゃお宝があるんだが、パリングダガー、コッペン、うるせえな裸で何が悪い。はお前こんなとこにいたんだ。あれいたっけ最初から。そうだね。で下の方に行きたいんだっけ。ん、あれどっから行くんだっけこれ。こっちか。ああ、こっちだ。多分ね、この下なんじゃないかと思うんだよね。さあ行ってみようか。このギミックは変わってないな。あ、こいつもいる。プラス10スバイなめんなよの煙突、埋葬所、ああやっぱここだ、ここだろおそらく。ガーゴイルが隠れちゃったって言ってるところ。ちょ、おのれ。うわなんかすごいことになってんな。一応確認、二都県取れんのかなそもそも棺桶に入るっていう概念があるのかどうかだよね。うおーびっくしょー、なんだお前いきなりラスボスが出てきたぞ。おおやばっ。ラスボスがいる。まあ順路でクリアしていこうか。なんかさっき後ろからも火打たれてたよな。あれか。こいつらだらけじゃねえか。案外やらしいなこいつらの動き。かけら、倒した方がいいなやっぱり。骨が際限なく湧いてしまう。まあ術者を倒せば即消えるシステムになってるから倒していった方がお得、
孤独感はあるよな。ターゲットバックラー、あれここじゃないか、あれどこだっけここたまに迷うよな。こっちか。中央降りるだけか。うわあ、もうなんかいる。なんかいる。おお、ペッチ。お前やる気やんけ。絶対あそこにひっくり返されるじゃん。もう目に見えてるでしょ。どうすんだよこれ。あえて引っかからなきゃいけないの。いっせ。どの段階でやってくるこれ。こんなに早くひっくり返ると思わなかった。あいつ許さん。やっておくべきだった。なんだ、誰か死んだぞ。こいつが炎を出すタイミングとツバイヘンダーの切りかかりの微妙な遅さがマッチして、すごい攻撃しづらいよ。いってさっきもやって、何回同じ罠に引っかかんの君。いや、落ちたっつうんだよ。青白い瞳のオープン。何それ。ん？ああ、これだ。え、何これ。世紀のない青白い石、かって線が古戦世界を覗くのに見えた神秘、また伝説の火事の楔指輪に似ている。彼女の青ざめた触手はこれを固く守っていた、その瞳孔の奥には果てしない何かが広がり、世紀を失い閉じた瞳は新たな情景を探している。多くの遺物は見た目以上の価値がある。だがなくした遺物を誰が惜しむか、盗っ人は覚えておくべきだろう。どういうこと全然わかんないんだけど。お前もうレバー引くんじゃねえぞ2回目はねえぞ。針のね、罠の威力がね、凶悪になってる気がするんだよね、ものすごく。お、ロンタ。
ここに来てよかった。なんであそこに切りかかってんの？ちなみになんであそこに切りかかってんの？すっげえ行きたくねえんだけど。まあ特に何かすごい起こるってわけでもないか。じゃあちょっと向こうもうちょい見ようぜ。そろそろかがり火があってもええんやで。おお、罪人の鍵。白鏡に作られた牢屋の鍵。あー、もしかしてこれかな。ロートレクを助ける鍵、これだったんじゃないかな。先にこれを取りに来て助ければなんかいいことあったんじゃない。ロートレックと仲良しになれたのかもしれない。別になりたくないけど。ここちょっとランタンないときついな。こんなに暗かったっけ。めちゃんこ暗いんだけど。ふざけんなよマジで。もう、こんな狭いところで戦わせんじゃないよこいつと。ちょ、何やったあの先に。もうむちゃくちゃ言うな。こんな狭いとこでこいつと戦えるわけないだろ。いい加減にしろ。ショートカットするか。できんのかどうか知らないし、車輪骸骨がいっぱいいるけど。でもしゃあないっちゃしゃあないんだよなこいつ。うわ、なんもねえし。なんもねえし。お、入れる。よし。でも多分あれだろう、なんかアイテム持ってないからダメだろうなこれ。逃げろ逃げろ。うわ、シャレだな。ここで襲われたら人だまりもない。やめてくれやめてくれベンス。めっちゃ今横通過してった。ひぃー、なんだいここは。これきついな。
どう行ったらいいかなこれ。あーそっか、ちょっと鍛冶屋のところに直で降りる方の道を行ってみるか。どうだったっけあれ。こっからは行けないか。こっからはいけないか。この、そうか、上から直接落ちるんだっけか、あれって。そうだよな。こっからはもう行けないか。ここに降りちゃったらもうそこに行くしかないんだ。あのデーモンと戦うのが嫌やな。いや全然身動きがさ全然取れないんですよこっち。あーでも、あー飛んできた。もうやっぱ飛ぶんかい。ふざけろよハメじゃねえかこんなの。しんど。いやーでもちょっとこいつは倒したいな。腹が立つ気分が悪い。これあれよな、最初の贈り物で万能鍵選べたけど、どこまで万能なんだろうな、このゲームの万能鍵は。結構鍵あるよね。結構な数の鍵が、オリジナルに比べても相当多いんだけど。いや、だからさ、あのさ、動けねえんだけど、こっち。こいつ無視していいか。いやでもなんか倒したらアイテム落とすっていう可能性もゼロじゃないからな。いやでもとりあえずいいか。とりあえず無視して奥に宝があるかどうか見て。そのまま奥に行っちゃっていいだろう。もうああ腹立ったし。おのれ。なんて？なんて？全然読めなかったんだけど。もう結局倒さないとダメじゃんこいつ。なんか言ってたぞ今。なんで言ってた？まああれ、あの文章一回読んだら二度と出ないとかじゃないだろうな。詰むぞ。狭いところであいつと戦うとかさ、俺に振りすぎるんだよ状況が。そうだ、もうそればっかりやってる。そうだそればっかりやってる。わかんないんですけど。次ラスト。
やー、二刀剣使いてー。二刀剣で戦うと楽なんだよな、あいつ。そっちに行くんかい。こっちに釣れねえかなと思ったんだけど。もうちょいこっち来い。そっち行くなよ。お前ふざけん、ああ、知った。うわ、やばい。ほら、もう文章見えないもん。邪眼の指輪、文章見えなくなってる。もうなんて出てたのかわかんねえぞ、これ。なんて文章出てたんだ。そして邪眼の指輪とは、ああ、それか。まあそれだよね。わかんない、もしかしたらガーゴイルがどうこうなったっていう話なのかもしんないし。あ、かがり火だ。なんだよ、ここにかがり火あったんかいな。そうだね、もしかしたらこれでガーゴイルが起動してるかもしれない。ここってなんだっけ。ん、おう、あ、あ、これはお前を倒す。よし、ああ、戻るだけか。血が出た。そうだね。もうあそこの文章がマジで、ああ、そっか、つけただけか。まあまあいいわ。ちょっと下に用事がないっていうか、あとはもっと下に行って三人羽織とかその辺のとこまで行っちゃうか。か、三人羽織のところ行くとしたらどうやって行くんだっけ。ああ、そっか、ここからあれだ。ここを一回降りて回復して、ここだ。ここにもアイテムあるんだよな。ただ下に車輪骸骨がいる気配があんましないな。お、これはいけるな。ふざけんなよマジで。さあ、ここは何になってるかな。でも三人羽織なんじゃない。そういえば三人羽織ってムービーあるのか。なぜこいつにムービーを用意するんだったらもうちょっと強くしてあげて。弱いままじゃねえか。ああ、あ、なになになに、え、おお、なんだ、え、なにこれ、なにこれ、ちょっと、なんすかこれ。何これ、見透かされてた感が腹立つわ。
誰が本物だよこれ。めっちゃ華麗に避けられたな。火出してるやつが本物かこれ。は？なんすかこれ。地獄絵図。あー入った。こいつだ。こいつが火出すやつか本物か。いや違うな、どいつもこいつも火は吐くぞ。お前うわーまたいなくなった。ハッ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 。すげえことになってますね。じゃあ本日は以上ということで。